はい、こんにちは。はい。えっ、ー、と、一つ前の動画にあったオールインローションの後に私はシリカヒーリングをつけますというお話があったので、えっ、ー、と、私は今からですね、シリカヒーリングとは何か、どんな効果があるのか、また、えっ、ー、と、その、どんな成分なのか、そしてどんな使い方ができるのかっていうところをお話ししていきます。はい。で、これ、私の場合なんですけど、 あくまでもね。私は一つ目が、あのー、リラックスするために使っていますで。これをつけてから瞑想をしたりとか、これをつけてからちょっとゆっくりしたりとかってするのがすごく気持ちいいんですね。で、えっと、二つ目。私の場合は、あの、肌も心もこれは元気になれます。うん。体の細胞がこう、なんか元気になってくる感じがするんですよ。うん。 この体ってね、60兆個の細胞があるんですけど、それがどん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 元気になっている感覚があるんですね。はい。で、またこれが感覚知りたいなっていう方は関連動画にシリカのことがある動画があるので、それも概要欄に貼っておくので、見てもらえたら嬉しいです。はい。で、これ、あと3つ目がですね、あの、集中力が上がってます。これはもう私の実体験なんですけれども、 やっぱなんかいろんな仕事をするときとか作業をするとき、もしなんかシェフの方とかだったらお料理するときとかのあのね、集中力っていうのはね、すごくいいですよ。お掃除するときとかも。はい。っていう感じで使っています。で、このね、じゃあ成分今度何入っているのっていうと、あの基本的には生体融合型の光触媒と、あと、八ヶ岳さん、山梨県の八ヶ岳さんの 黒曜石から抽出されたケイ素、ブラックシリカっていうのがね、入っているんですよ。これはすごい。<laughs> で、三つ目に、えっ、ー、と、鹿児島県産のレモングラス水っていうのが、まあ、メインの成分として入っています。はい。じゃあもう使い方いきますね。はいで。これを、えっ、ー、と、オールインローションの時と同じようにですね、こういう容器に 入れてあげます。で、えっ、ー、とー、こう、100円のね、ところに入れてってほしい。第七桜のところに私は入れていくので、これをこのまんままたこう振って、で、ここの上から、はい。ピューっと、垂らしていきます。はーい。でね、これは、あの、実際、これ見えないよね、入ってん あの、実際やるときですね、えっ、ー、と、どんな状態でやっていただいても構わないんですけど、えっ、ー、と、ああ、自分が気持ちいいなって思う場所、思うところでやってあげてください。で私自身がこのやるときっていうのは、あの、まあ、疲れてるなって今日も一日お疲れ様って思いながら、あの、やってあげるようにしています。で、今ここに入っているのは60ミリ入れたんですけど、 30ミリでもいいし、今日は多めにって言って、100ミリにしてもいいと思います。はい。で、これね、裏見ると、頭皮オローションって書いてあるんですよ。で、頭皮オローションって書いてあるから、あの、頭皮にしか使わないかって言われたら、私の場合はそうではないんですね。うん。私はこれは他に使える、何か使える技はあるのかって見つけるのが好きなんで、 えっとですね、これをコットンにたくさんこうやってバーってつけてですね、あのお顔全体にパックしたりとか、あとは体がこう、あの首周りとか、ああ疲れたなーって思うときとかに、あの首周りとかね、体全身につけてあげたりとか、あとは、えっと、足今日もよく動いたなーとか、ずっと立ってたとか、あとは座りっぱなしもむくみますよね。うん。 そういう時はね、私はもう足にもつけてっていう感じで、あのー、やったりもします。もうなんかここじゃなきゃいけないっていうのに、とにかくね、縛られないで私は使うのが好きなんですね。うん。なのでそういうのもなんか自分の感覚で、あ、この使い方いいかもなって言って、見つけ出したら、あのー、やっぱ肌が元気になることとか、体が元気になっていくよなっていうのを実際実感したので、あの、いろんな使い方を編み出しました。 はい。という形でね、今もうあの、終わりました。60ミリ。あっという間に入っちゃうんです。こうやっておでこにつけてあげて。で、またこうやってなじませてあげて。っていう感じで、これを、えっ、ー、と、最低でも私の場合は10分置きます。で、えっ、ー、と、10分以上もちろん置いていただいても構わないので、 私は、えっ、ー、と、このまんま、なんかこう、家の中のね、やることを家事やったりとか、うん、したりとかもしますし、このまんま、誰も来ないんだったらね、あの、仕事しちゃったりとかっていうのも、やったりするので、はい。という感じで使えますので、ぜひ、やってみてください。これね、このまんま使っちゃうとドボドボドボってなっちゃうので、必ず容器に移してあげて、やってください。という形で、今日は終わります。 見ていただいてありがとうございました。